2022年はハロープロジェクトキッズ20周年イヤーということで、私たちを語る上では欠かせない映像を一緒に見ていきたいと思います。はい、今回は私たちが選んだグッバイ夏男の映像を見たいと思います。はい、はい、私たちがハロープロジェクトキッズとして活動している時、たくさんの先輩方のバックダンサーとしてライブに出たんですが、それは結構いろんなね、選抜というか、こうリハーサルの時にどれだけできたかっていうのが重要で、メンバーが選ばれていくものが多かったので、今回もそれで多分決まったであろう、ちょうど2人とも出ている映像があったので、はい、そちらをご覧いただきたいと思います。やだ、もうすごい緊張するこのイントロ。多分一番バックダンサーやった回数の多い曲だと思う、これ私。そうね、いやこれはもう実はもう 何百回となる、もう、ね、この動き何回やったことある、ね、ありやだ。これはどういう選抜だったんだろう、ね、そういうの気になるよ ね、 ね、うわ、はい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 、はいはい、今アイとミヤが並んでますもう私の今走りながら手振るの必死もう手がどっか行っちゃって散らかっちゃってるからもうからなんかすごい、ミヤとアイがこんな見やすいポジションにいる映像、ねね、なかなかないよ多分。めっちゃいい映像、頑張ってる。お尻がついてかわいい。同じ黄色も撮ってるのにさ、全然オーラが違う松浦さんと。そりゃそうよ、本当に、うん、すごい可愛い。おお、そう、ご本人がさ、めっちゃ低くいくじゃん、これを。そうそうそう、あれあれあれ、映ったよ、頑張って。ここもめっちゃ大変だったよね。そう、なんかよくんで、もう手をめっちゃここがちぎれるぐらい開いたもん。いや、思います、これすごいんだよ、これここになんかラブって書くんだっけ、なんか文字書くんだよね、書いたね、うん、きっと頑張ってるんだよ、すっごい歌上手、ね、ギター弾いてるよ、違う、綱引っ張ったじゃん、綱引っ張ったんだっけ、ワン、ツー、スリー、頑張ってる、え、ワンちゃんいるんじゃない、マイちゃん見えるの横に、あ、ちっちゃい子、うん、マイカあれ、おー、頑張ってるすごい、目すごい、大きく見せようと、頑張ってる6人だね、これ、うん、6人か、うん、懐かしい、かっこいい、もう色もにしてない、あ、すごい、うちらもさ、抜かれてたのに画面にね、知らなかったね、うん、みーさん、読んだもんね、めっちゃ頑張ってる、走るあー、追っかけてる、みーさん、頑張った、必死、止まれバラバラバラ最後バラバラあー、かわいい、やだー、履けるよ、すぐ履けて、履けて、あー、ミヤギャロップ、あー、今あややにかぶってたよおー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 、なにこれ、なにこれ、盛り上がってるみんなポカンとしてるよ、うん、笑ってる、もう一回、ずっと松浦さんのこと見てる、みやずっと私こうやってあーってみや顔みや顔真っ赤見た今私もほってほってだった、え、こんな、ということでグッバイ夏をご覧いただきました、はい、毎回最後になんかついてくるそう、
ちゃんとあるよね、オチが。まさかの MC まで参加してた。ね。てか、あんなさ、うん、松浦さんを囲んでさ、うん、こう一緒に参加、MC も参加するってさ、うん、相当嬉しかったよね。そうだよ、松浦さんのマイクに全員でたかるっていう。うん、ねえ。支えてます。いやー、もう面白かった。ね、もうでもさ、うん、やっぱ踊ってる、うん、私たち久々に見たけど、うん、キッズのね、うん、やっぱみんな必死だし、あれは注意されるわ、怒られるあれは、もっとこうしなこうしなって、あ、そういうことね、言われる気持ちも大人になってみると分かるよね、うん、いや分かるけど、でもやっぱ子供たちは必死で頑張ってたし、うん、もう今の自分がここまでもうできるところまで必死でやってたじゃん、うん、もう最大まで頑張った結果だから、うんうん、なんかその頑張りがすごい、なんかうわっ頑張ってる、自分なんだけどね、身にしみるよね、なんか違う人みたいでさ見てるのが、なんか本当にグッバイ夏男は、うん、多分ハロプロキッズがバックダンサーやった曲の中でも、うん、手を握って歩きたい後藤真希さんの楽曲、うんうん、と晴れるぐらい多分多い数、そうだね、結構本当に、うん、もう数えられないぐらい出たね、出てたね、でなんかちょうどその印象に深い出来事が、うんうん、みんなで最初踊ってて、うん、当時の先生がすっごい厳しかったんだよね、うん、で、あのできた子から帰っていいよスタイル、ありました、だから一回踊りました、はい、誰誰誰誰誰誰帰っていいよ、はい、他の人たち残ってもかいみたいな感じで、最後まで帰らない子とかもいて、あれほんと辛かったね、そう、帰っていいよパターンと前で見てるパターンあったじゃん、うん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 、OK って言われた子は前でこうやって見てる、うんうんうん、で、なんか残された子だけずっと見られてるみたいなのがもうすごい、もう緊張して、そんなこともあったよ ね、どこが悪かったと思うって言って、なんだかんだか、違うよ、なんだかんだかだよって言われて、さあみたいな、でもなんか頑張ってよかったなと思うよね、でもね、うん、なんか厳しくしてもらえてよかったよね、もうグッバイ夏男だけは今踊ってても踊れます、いや踊れる、うん、でもうなんなら本気で、マジで本気出したら今の若い子たちよりも多分あの低くなれる、そうそう、めっちゃ気になる、そう、なんか、うん、グッバイ夏男とかを最近の子たちが、うん、あのカバーしてる動画たまに出てくるじゃない、うん、低くないとって分かる、怒られるよ、もっといけるって、そう、そう、ここでしょそうそうそう、この時もできるだけ地面に近く行かないとご本家が言ってんだから、そう、ご本家様よりも行かないと私たちは、ここで足りないんだよね、そう、ここなんだよね、そうなの、すっごいそれを思いながら寝ちゃう時たまにあるね